サラとソロモンは、エスター・ヒックスとジェリー・ヒックスによる著作で、チャネリングによるものとされる。イラストレーションは、キャロライン・エス・ガレット。本書は、児童文学の体裁を用いた、引き寄せの法則の基本を学ぶための物語である。本作品の他に2冊の続編がある。また、原書のタイトルは、シリーズ完成後に、サラ・ブック1、サラ・ラーンズ・ザ・シークレット。 アバウトザロー e Love a t t と改められた。主人公の平凡な少女サラが、ある時、雑木林に住むソロモンという名の賢いフクロウと知り合いになったことから、物語は始まる。それまでのサラは、家庭や学校生活の中で悪いことを探し出しては、それを遠ざけようとする苦しみの鎖につながれた心の状態だった。しかし、自分の感じ方を少しずつ変えることで、 幸せの流れへと変化させていくことができるとソロモンから教えられる。こうしてサラは、フクロウのソロモンと対話を続けていく中で、人生を動かしている宇宙の法則を再発見して、今までとは見違えるほど毎日が生きやすくなっていく。だが、そんなある日のこと。第一ステップは、自分が欲しくないものは何かを認めること。第二ステップは、自分が欲しいものは何かを決めること。 第三ステップは自分の欲しいものが何なのかをはっきりさせた後はそれがどんな感じがするかを本当に感じられるようにならなければならないということ。君がここにいるのは味わい目出ることができる物事を選ぶためなんだ。味わい目出ることによって君自身の波動が君が見つけようとしていた完璧な状況の波動と同じ波動になる。そうしてこそ その完璧な状況を自分に引き寄せられるんだ。君が味わいめでていたり、そういう気持ちに浸っていたり、何かを褒めていたり、良い面に焦点を当てていたりするときには、素晴らしい気持ちがするってことに、君は気がつくだろう。素晴らしい気持ちがするのは、君が幸せの流れに繋がっているという意味なんだ。そして一番大切なことは、幸せの流れにずっと繋がったままでいることだってことを、 覚えておかなければいけない。ありがとうございます。